まもなく搭乗手続きを終了いたします。ユリア、手続きが終えないお客様は、うん、ぐずぐずするなよ、ユリア。ユリア、お急ぎください。ユリア、ユーガ、急ぎなさい。さあ、ユリア、お急ぎください。これ以上はもうお待ちできませんよ。ユリア、ユリア、すまんが。何でしょうか。この飛行機、出発を見合わせてはくれんか。は、何やら嫌な予感がする。嫌な予感？そんなことでご冗談を。兄ちゃんにちゃんと話せよ。飛行機行っちゃったよ。これは、ユリア、あなたはこのことを察知して。まさかまた天の声が。そうなのか。泣きなさるな。これはあなたのせいではない。これは避けることのできぬ宿命だったのです。あなたはこの力を決して恐れてはならない。天は何かのためにこの力を授けたのです。いつかきっとその意味を知る時が来る。ほれ、約束じゃ。何があろうと、その時までこのダーマがあなたをお守りします。天空に連なる七つの星のもと、1800年の長きにわたり永遠と受け継がれてきた北斗神拳。一拳に全エネルギーを集中し、肉体の経絡飛行に衝撃を与え、内部からの破壊を極意とした一撃必殺の拳法。凄まじき破壊力を持つ暗殺剣ゆえ、門外不出を守るべく連勝者はただ一人、一子相伝の掟を貫き続けてきた。
父リュウケン、ユリアを連れてまいりました。よく来たな、ユリアよ。その子犬の名は？その子犬はこの寺院の門前に捨ててありました。それをユリアが。ダーマよ、もしやユリアは口が。いえ、口ではなく心を閉ざしているのです。そうか、幼くして両親を亡くしておるのだ。無理もない。おう、あの4人はこれから一緒に暮らすわしの息子たちじゃ。あれが長男のラオウ、次男のトキ、三男のジャギ。シャシャシャ。そしてこの子が末帝のケンシロウだ。なんとユリアが笑うた。ダーマよ、案ずることはない。この子の目が全てを語っておる。この子はきっと利発な子じゃ。止むことのない人類の狂気は無限に連鎖し、ついに世界を破滅へと導いた。全ての文明は崩壊し、再び暴力が世界を支配した。生き地獄の中でもがき苦しむ人々は、この世に平和をもたらす真の救世主の出現を心から願った。ドビー、あなたはなんて元気なの？もうすっかりおじいちゃんのはずなのに。本に不思議な犬じゃ。まるで寿命を知らぬ。わしですらこのように追い果てたというに。このトビー、戦うことを目的に荒廃を重ねた剣手と聞く。何か我が剣にも通ずるものがある。本当に不思議な犬よ。シフ様、お顔の色が。ユリアよ、わしは老いた。いよいよ伝承者を決する時が来たようじゃ。感じていました、この日が近いことを。伝承者が決まれば、息子たちはそれぞれの道を歩み出すことになるじゃろう。そなたは誰と共に道を歩む？ケンシロウと共に。あえて苦難の道を行くか。はい、天の声が命じるままに。天の声か。野生の虎はお前たちの殺気を読む。この虎を暗殺者の拳法をもって仕留めてみよう。
天使郎、トラも貴様を敵とは思わなかったようだな。俺と北斗神拳の伝承者を争う資格は貴様にはない。いや、恐るべきはケンシロウ。奴の前では虎ですら死を覚悟した。だがラオウの前では虎は死を恐怖したのみ。この龍拳にも天の声が聞こえたようじゃ。勝者がケンシロウに決まったぞ。なぜ何も言わん。悔しくないのか。奴は俺たちの弟、しかも一番下の未熟者なんだぞ。ふぬけたか、兄者たちは。伝承者争いに敗れた者は剣を封じられ、北斗神拳を名乗ることも許されん。そのためある者は拳を潰され、ある者は記憶を奪われた。それが北斗神拳一子相伝の掟なんだぞ。俺は認めねえ。この拳を俺より劣る弟に潰されてたまるか。ジャギはケンシロウを殺す気だな。奴には無理だ。それにケンシロウも奴を殺せまい。その性格の甘さゆえにな。親父は伝承者を誤った。北斗神拳ももはやこれまでよ。今ならまだ間に合う。親父に頭を下げて伝承者を辞退してこい。ジャギ、何の真似だ。大体貴様が伝承者謎になれるわけがねえ。俺たちを差し置いてこんなバカな話はねえ。ほら行ってこい。なんだその目は。なぜ銃を使う。不服なら剣で挑め。うるせえ。何が剣だ。よう分かっちゃいんだ。どんな手を使おうがな、貴様が伝承者だぞ。笑わせるな。死ねえこの野郎。俺こそが北斗神拳伝承者だ。ジャギ、もういいだろう。ああ、宇宙なんだその態度は。てめえぶっ殺してやる。それが北斗の掟ならば。やめろ、やめず。北斗、八門九段。やめて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 。ジャギ、ホギ、北斗を捨てろ。それがお前に残された道だ。お前に伝承者の資格はない。バカめが。今が俺を殺すチャンスだったんだ。それを逃した貴様の思い知らしてやる。覚えておけ。殺してやる。必ず殺してやるぞ。
どうした、その顔は。なんでもねえよ。そんなことより、シン。お前、ユリアを愛しているんだろ。奪っちまえよ。ケンシロウは甘い。今の時代では生きてはいけぬ。ユリアはいずれ誰かの手に落ちる。それでいいのか。奴らは旅立っちまったぞ。お前ほどの男が何を迷うことがある。今ならラオウも時も手出しはしねえ。今は悪魔が微笑む時代なんだ。シン、二人でどこへ行こうというのだ。トビ、力こそが正義。いい時代になったものだ。強者は心置きなく好きなものを自分のものにできる。それはどういう意味だ。ユリアは俺がもらい受ける。何？私にはあなたを愛することはできません。シン、道を開けなさい。美しい。そういうお前がますます好きになった。ケンシロウに渡すぐらいなら殺す方がまだマシだ。どうする、ケンシロウ。オッケー。スポッ。血迷ったか、シン。北斗となんとは表裏一体。力を合わせれば大きな力に、争えば大きな災いとなる。それが何だ。俺は我が何と五周拳で好きなもの全てを手に入れる。ユリアの愛もな。力づくでは愛は奪えない。できるかできないか、やってみせよう。へっ、もうてえ。なんと極斗拳。ユリアをかばう気持ちがお前の剣を鈍らせた。お前ごときが俺に勝てるわけがない。お前と俺では致命的な違いがある。わかるか。欲望に執念だ。ユリアを愛する心の強さだ。やめて。ユリア、ケンシロウを助けたければ俺を愛していると言ってみろ。ケンを殺せば、ケンを殺せば私も死にます。俺を止められるのはお前だけだ、ユリア。愛していると言ってみろ。殺すなら早く殺せ。ケン！よかろう。殺してやる。俺は。俺は前からお前の存在自体が許せなかった。死ねえ！待って！よせ、ユリア。あ、愛します。聞こえんな。その程度で俺の心が動くと思っているのか！愛します。一生どこへでもついていきます。ああ。
聞いたか、ケンシロ。俺を死ぬほど嫌いだと言った女が。女の心変わりは恐ろしいな。あんまり飲むなよ。家畜の世話ができなくなるぞ。今日の家畜は息が悪いから大丈夫だ。近頃、奴隷の補充が少ないな。なぜだ？はっ！剣王軍のせいです。奴らの勢力は凄まじく、あの領土には我らも迂闊には入れません。ラオウめが。はっ、ラオウ？剣王のガキの時の名だ。あやつとは古い因縁がある。はあ。ケンシロウ、私は待った。あなたが迎えに来てくれる日を。でも、もう待てないわ。真の狂気を止められるのは私だけ。もう人々が苦しむのを見ていられない。トビー、お願いよ。きっとケンシロウに届けてね。私の心とともに。何をする気だ、ユリア。ユリア、これを見ろ。このエメラルドのネックレスはどうだ。お前に似合うぞ。ルビーの指輪もある。好きなように身を飾るがいい。エメラルドの青は死者の青ざめた顔の色。何？ルビーの赤は飛び散った血の色。何を言ってるんだ、ユリア。このサザンクロスの町を見ろ。この町のすべてのもの、草も木も人間すらもすべてお前のものなんだ。何が不足なんだ。バカな真似はやめろ。そんなもので私の心は変わらない。お前はまだケンシロウを。変わらない限りあなたは永遠に略奪と殺戮を繰り返す。やめろ、ユリア。罪もない人々が私のために苦しみ死んでいく。そしてあなたの狂気を駆り立てたのは私の罪。ユリア、待て。ジン、さようなら。待て、ユリア。ケン、あなたとの約束果たせなかった。ユリア。なぜだ、なぜだ、ユリア！ユリア！ユリア！これは奇跡か。
傷一つ負ってはおらぬ。生きているユリア。我らがお助けいたしました。お前たちはなんと五社星の一世、海の李白。その娘トウ。同じく山の不動ユリア様をお迎えに参りました。何？なんと正統血統のユリア様を死をとして守護するのが我らの務め。なんと正統血統ユリアが。はい、それゆえに龍剣様はユリア様を引き取られたのです。それはなんと重んずる龍剣様の慈悲でございました。そうか、そうだったのか。だがお前らの手は借りぬ。ユリアはこの神が守り抜いてみせるわ。それはかなわぬことかと。恐怖の暴強性が近づいております。何？李白、不動、早く安全な場所に。ラオウの軍勢がすぐそこに。何？ラオウが。かつては各地に割拠した軍閥も大半はラオウの軍門に下りました。今やラオウはこの世の覇者。神様、あなたは北斗最強の男が率いる剣王軍を相手にしてユリア様を守りきれますか？ラオウもユリア様を愛していた。ラオウはユリア様をあなたの手から奪うためにやってくるのです。く、ラオウめ。シン様もラオウの性格は知っているはず。ユリア様の心が開かれないと知れば無言のもとに殺しましょう。連れて行け。早く行け。ユリアが死んだとなればラオウも大前。神様、あなたはあえてユリア様を殺した罪をかぶるつもりで。ユリア殺しの悪名あえてかぶろう。いずれケンシロウと決着をつける時が来る。その時まで決して死なすでないぞ。悲しいまでの意地よ。最後までケンシロウと戦い、そして愛ゆえに果てていく気か。ユリア様、お目覚めですか？あなたは？私は李白、なんと最後の章の使いでございます。なんと最後の章？章の命によりあなたをお助けしました。章はあなたに会いたがっております。あれは真？ご安心ください。あれはラオウの軍勢。真はラオウ軍に取り囲まれて動くことはできません。ラオウ？ラオウとはあの北斗の？はい、あの男の歩んだ道はこの世の覇者の道でした。覇者の道？これよりあなたを我らが砦へとお連れします。その道中あなたはラオウの真実の姿を見ることになりましょう。真の軍勢は降伏いたしました。ユリア様を殺した真の処置はいかがいたします？殺すな。この始末、
いずれケンシロウがつけるだろう。捨ておくがよい。そのケンシロウですが、近頃あやつを救世主と崇める者が増えております。シンを倒したとなればその名声はさらに高まると。だからそれでいい。救世主を我が手でほふれば、人はもはや儚い希望など持たぬだろう。その時こそ我が覇業はなる。あれが剣王か。下手に目を合わせると殺される。あいつはこの世に降り立った悪魔だぞ。あれがあのラオウ。ラオウは兵も民も恐怖で支配します。その恐怖に何と聖剣百八波のあらかたも服従を誓いました。もはやあからさまに反抗するのは冥王軍というならず者の集まりだけでございます。いかがされました？何やら懐かしい風を感じてな。罪なき人々の声なき叫びに、ユリア様と旅をして今日でもう3日、目にするものは悲惨な光景ばかり。これより先どれほどの日数を重ねてもこの光景が変わることはありません。これが剣王の、いやラオウの破行なのです。あれがなんと最後の将の砦。はい。将は何のために私に会おうと？それは将にしか語れぬことでございます。ユリア様にございます。ユリアよ、よくぞ来た。あなたがなんと最後の将。お前を待ち続け、どれほどの時が過ぎたことか。将。ユリアよ、お前は旅の途上何を見た？私の見たものは一つだけ。ラオウの恐怖。その果てに何を感じる？何も感じません。希望、夢、愛、すべてが失われた暗黒の闇。ただそれだけ。そこに少しでも光を感じぬか？何も。おぼろげに感じるのはただ一人の顔。その者の名は？ケンシロウ。私が愛したただ一人の人です。そうか、そうであったか。お前はすでに見るべきものは見た。もはや多くを語る必要もない。よいかユリア、ラオウの暗黒の支配はやがてこの世のすべてを覆うだろう。それは南東方王権のサウザー率いる聖帝軍を打ち倒した時に成就する。それまで密かに旅の力を束ねよ。そしてその頂点にケンシロウを迎え入れよ。ケンシロウ。そうだ、この世の救世主としてラオウに立ち向かうのだ。光ある未来のために。なぜそのようなことを私に？トビー。トビー、久しぶりだな。会いたかったぞ。あなたは一体？ユリア、ユリア様。あなたはダーマ。あなたこそ南都聖剣百八波を束ねる要。
自制の粛清を持つ政党決闘者、なんと最後の章なのです。私がなんと最後の章。なんと乱れる時北斗は現る。そしてその北斗と共に最後に現れるがゆえに、なんと最後の章と呼ばれるのです。北斗となんとが結ばれる時、必ずや奇跡は起きましょう。天があなたに与えた予知の力は、そのための力だったのです。苦痛でしかなかった予知の力に、そんな宿命が。宿命の時を待つことだけがあなたの役目だった。もう待つのは終わりです。あなたとの約束守りましたぞ。ダーマ、私はやっと自らの宿命を悟ることができました。ダーマ、この仮面、今日から私がなんと最後の章として。ゲドーが、あの走り、遊んでいる。なるほど。ふざけたやつだ。盗賊相手に遊ぶとは。もう我慢できねえ。早く味を見させろや。ふるさいしまぜ。上玉なら高く売れるな。これをね、顔を見せてみろ。いい子にしてりゃ、食い物ぐらい食わせてやるぜ。だがその前に。ではその前に。なんで。そいつをいただくとするか。男じゃねえか。女に化けりゃ貴様らのようなウジ虫がすぐにたかってくる。ウジ虫？そんな汚えウジ虫でもたった一つ役に立つことがある。なんだそりゃ。俺に食い物を運んできてくれることだ。やろ、ふざけやがって。ベックロおい、お前ら、聞きたいことがある。胸に七つの傷を持つ男を知らないか。知るか、んな野郎。そうか、ならいい。なやる、やっちまえ。あれはなんと水長剣。確かに。捕らえなさい、殺さずに。おい、お前、その被り物の下の顔を見せてみろ。どうした？食べ物を。食料はないが、奇術なら見せてやろう。動くな。我が剣は風の中に真空を走らせる。貴様らは一体。我らはなんと五射精の者。なんと最後の章の命により、
お前を捕らえた。おとなしくせねば殺す。貴様がなんと最後の将か。俺をどうする気だ。なぜ胸に傷のある男を探している。ただの傷じゃない、七つの傷だ。その男が何をした。俺の妹をさらっていった。愛する男と結婚する直前だった。そいつはいきなりやってきて婚約者を殺し、妹を連れ去った。その男を殺すために探す。悲しい目だな。何の真似だ。お前が持つ宿命の星を見た。義に生きる星、義星。その星を持つ者は美しい生き方をする。だがお前の今のありようはあまりに悲しい。何？胸に北斗の星のごとく七つの傷を持つ男のもとへ行け。胸に北斗の星。その男に会うがいい。その男を心で感じるがいい。そしてその時お前の悲しい旅は終わるだろう。その男の名はケンシロウ。ケンシロウ。さあ行くがよい。ケンシロウのもとへ。よろしいのですか。ケンシロウ様の敵となるやもしれませんぞ。いいえ、レイはケンシロウの運命の友となるでしょう。私にははっきりと見えたのです、あの悲しい目に宿る運命が。この雪の季節が終わる頃、我ら最後の戦いが始まるでしょう。春雷でございますな。うん、もはや雪の季節は過ぎたか。ラオウの勢いはとどまるところを知らないようです。しかしここからが難しい。まだ聖帝サウザーという獅子神虫の虫がいる。獅子神虫の虫。サウザーは表向きはラオウに服従を誓っていますが、本心はラオウの首と天下を狙っている。ラオウもそのことは知っていますが、迂闊に手を出せない理由があるのです。その理由とは。サウザーには飛行の術が効かないのです。北斗神拳にとっては致命的。サウザーを取り逃がせば奴は力を蓄え、ラオウに反撃ののろしを上げるかもしれない。ならばラオウがためらっている間に我らも力を。ショウ、ショウ、ユリア様。ショウ、時のもとへ。時、あの北斗の。なんと最後のショウとして会いたいのです。もう少しの辛抱です。この先にトキ様が。そうか、この人がなんと最後の将。この世の未来になくてはならぬお方。そのためにも。安心して任せなさい。しばし眠くなるが。時。
っちだ。早く地下のシェルターへ。ごめんなさい。ここはあと一人、家どう詰めても二人まで。この後ここで数日を暮らすことを考えると、わしが出よう。どうせ追い先短い命じゃ。さあ早く入りなされ。もう時、時まで。ケンシロウ、ユリアを頼むぞ。時時。トキ兄さん。トキ。やあ、トキ。兄さん。トキ。本来なら、あなたが北斗神拳の伝承者になるはずだった。治療は終わった。しかし、なぜこのような時も仮面を脱がぬのだ。この世に平和が訪れるまで、私の勝手なこだわりです。そうか、さすがにレイを助けた人だな。レイ。ああ、レイからあなたのことは聞いている。実はレイからあなたに託されたものがある。私に。私はいつかあなたに渡しに行こうと思っていた。人の巡り合いとは不思議なものだな。それは白髪、レイのものだ。レイの白髪では、レイは死んだ。ラオウに殺されたのだ。レイはケンシロウを守ろうとラオウに挑んだ。無茶な。ラオウは3日後に息果てるレイの飛行をついた。魔王がついた飛行、心血臭に対応する飛行は一つ、神霊台。この飛行をつくことでほんの少し命を伸ばすことができる。だがその飛行をつけば全身を襲う激痛は今の数倍。その苦痛でその場で死んでしまうかもしれなかった。だがレイは耐えた、耐え抜いた。そしてレイの神は白髪となったのだ。これをなんと最後の章に渡してくれないか。なんと最後の章。俺はケンシロウに出会うことで救われた。さらわれた妹を救い出そうと世を呪い、時代を憎んだ。一度は人間として生きることを捨て去った男、それが俺だった。だがケンシロウは飢えた狼のような俺の心に安らぎを与えてくれた。俺は人間に戻ることができたんだ。俺はあの人に感謝してもしきれぬのだ。それはレイの感謝の印、そして美しくも壮絶に生きたレイの証なのだ。あなた方とラオウ軍の決戦は近いと思うがいい。我らの企てをなぜ。サウザー軍に何か異変が。サウザーへの抵抗軍にケンシロウが身を投じた。ケンシロウ様が。
敵となってもやはり兄弟なのです。ケンシロウはラオウが手出しできないサウザーにあえて戦いを挑む。幼き日に目指したラオウを超えるために。風、あなたはかつて私たち兄弟が愛した人と同じ風をまとっている。私はその人をただ見守る愛だった。あなたは、もう一度言おう。聖帝サウザーはやがて破れる。そしてあなた方とラオウの決戦は近い。ご覧ください、この数。これらは皆ラオウとの決戦に志願した義勇兵です。各地から続々と我らの呼びかけに応じてくれたのです。これはすごいわ。これならラオウと戦える。でもなぜみんな腕に白い布を？ケンシロウさんにあやかってのことだそうです。ケンシロウさんは各地で人々を救い、戦いの伝説を残してきました。彼らにとってケンシロウさんは勇気の象徴、文字通り救世主なのです。ケンシロウさんがサウザーに捕らえられた。判定部隊の者たちも救出に向かったが、サウザーの城塞は守りが固い。このままではケンシロウさんの命は。ならば我々が助けに行きましょう。ケンシロウなくしてラオウとの戦いはない。シバ、あれ見ろよ。こいつサウザーに盾ついた男じゃねえか。こいつの首は高く売れるぜ。うまくすりゃ武将にも取り立ててもらえるぞ。なんだお前、離れろ。どうちくしょう。でかしたぞトビ、次はそいつらの番だ。いかがいたしました？ラオウが来ます。剣を、ケンシロウを助けるために。ではこのままに。ケンシロウ、幼い日にあなたに感じたもの、私は今はっきりと知りました。それはあなたが歩む救世主の道、そして私が共にその道を歩むこと。私は全てを捨ててあなたを守るために生まれてきた。王はすでに飛ばず、お前は翼をもがれたのだ。たとえ翼をもがれようとも、俺は聖帝サウザー、なんと六星の帝王、引かぬ、こびぬ、顧みぬ帝王は逃げはせん。北東城猛将派、あやつお前の技を。俺は聖帝サウザー、北斗神拳では死なぬ。ケンシロウ、最後の相手が貴様でよかった。
まだ決戦の時にあらず。ラオを引くというのか。これでよい。聖帝サウザーを倒したことで人は皆ケンシロウを救世主と呼ぶだろう。ならば奴をここで倒しても意味はない。何を企む。奴に救世主の名をさらに高めさせよ。そして民衆の希望の救世主を倒したとき、人は俺をこの世の覇王と呼ぶだろう。ケンシロウ、これより先は俺とお前の戦いだ。トビトビトビに先を越されましたな。私は今初めて知りました。トビもまた宿命の星を持つ者だったと。ケンシロウの思いを、私の思いをつなげるため、北斗とナントに仕える忠義の星、それがトビの星だったのです。忠義の、トビー、私の元から去っていく時が来たのね。誰からも宿命の星を知られることなく、その命を燃やしてくれた。天に従い、私たちを誘ってくれた。宿命に気づいた時が、お前との別れの時だった。命果てる時が来たのね、トビー。宿命の犬、トビ。あなたには何が見えるのですか、少爷。ケンシロウとラオウの戦いの果てには何が。見えません。何も。それだけは私にも見えないのです。でも、私はそのためにいるのです。それが私の宿命。寂しさ眩しく